おごめん、大分の高っちょ親方です。今回はアイドルハロープロジェクトの話題です。ついにリリースが来ました。この夏またハロープロジェクトコンサートハロコン開催決定です。イエイ。本日ですね、6月の4日、リリースされましたハロープロジェクト2021サマーサファイア&ルビーのですね、ファンクラブ向けの先行の予約の販売がリリースされました。ね、ついにまたね、毎年夏はですね、ハロコン行われておりますけれども、今年のですね、夏のハロコン、またね、楽しみでございます。簡単にですね、どのようなハロコンかをご紹介をいたします。どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。今回はですね、7月の17日から9月の5日までのですね、1ヶ月半ほど行われます。全国各地のですね、よくある地方の大都市で、行われます。もう大体定番のところですけれども、今回はですね、パロプロ全体、2、3名ほどいらっしゃいますけど、全体を大きく2つですね、サファイアとルビー、なんかポケモンみたいですけれども、宝石にですね、なぞらえて分けています。ハロコンはですね、コロナになってからは、昨年の夏からは、ソロですね、夏と秋がソロ、実際グループは3つに分かれて いたんですけれども、そこから今年の冬が、全体で6、そしてこの間の春、花鳥風月が4グループに分かれて公演。で、今回はですね、2グループに分かれました。ですので、1グループ、26、7人ぐらいですね、だんだんとですね、かつてのように50人単位といいますか、割と多いメンバーで、ツアー公演、1公演が行われるという状況でございます。で、今回、メンバーですね、今出てますけれども、ざっと見る限り、あくまでも親方、個人的ですけれども、今回結構、星が、ばらけているなという感じですね。例えば前回のこの春の花鳥風月の場合は、もうね、とにかくね、私の好きな、推しメンが花に集中してたんですよ。花公演、実際熊本の花のですね、チーム花の公演来ましたけども、本当好きな子ばっかしなんですけれども、今回も、結構ばらけてますけれども、バランスよくですね、もうどっちも見たいなというところなんですけれども、個人的にどちらか選ぶとすれば、私はサファイアの方を選びますね。娘一押しね、の中チェルちゃんとかね、アンジュルもやっぱ神子もね、かなり今来てますし、インターネットサイン会、今度私神子なんとかゲットしましたんで、ね、あとは名前呼ばれるかとかね、マナカンとか、あと朝倉キキちゃんね、で西田しおりちゃんもね、いいんですよ。で、実はもう一個ですね、もう一個サファイアの場合は割とですね、3、4人ぐらいかな、まだ今まで一度も生でパフォーマンスを拝見してないメンバーがいます。で、実際ですね、これもしサファイアを生で見たならば、後のですね、現役の、メンバーでまだお会いしてない、生でパフォーマンス見てないのは、多分もうおそらくあと1人、しかもアンジュルムの竹内あかりちゃん、おでんちゃん、ハロプロのサブリーダーだけまだお会いしてないという状況になりますね。もしあくまでも夏の今回ハロコンサファイアに参加できた場合ですけれども、結構ネット上見る限りもいろいろとばらけてるなというところもあって、逆に言えば2チームだけなのでですね、一気に2つね、2日間でこう制覇するっていうのもできるのかなというふうに思っています。もう徐々にですね、こうメンバーが増えていってるね、一公演あたりのメンバー数が増えているというのが非常に楽しみです。そしてですね、公演、各地でね、大阪から始まって、愛知、広島、東京、福岡、北海道、宮城、そして最後は東京でですね、行われます。どうなるかわかんないんですけれども、東京オリンピックの関係でなかなか関東圏もですね、こう会場が難しいところですけれども、中盤と、そして最後に、東京では行われると。ね、オリックス劇場大阪始まりますけれども、去年の夏のハロコンソロですね、私も大阪公演に、行きましたけどね、3階席遠かったのが残念でしたけれどもね、けどね、大阪ね、メンバーも多いですし、そこからね、元気よく始まって、私行くとすればですね、やはりまずは地元九州福岡公演ですね。で、やっぱり私はサファイアの方をやっぱ選びますかね。
九州のね、まあ今回の場合だと上国にお前ちゃん、上子もね半分凱旋ですしね、もう大体福岡も場所が大体慣れましたんでですね、まあ行ければですね、あとはコロナの状況ですね、まあ2ヶ月ちょっと先で、ね、お盆の時期ですけれども、まあ無事楽しんでですね、かつてのようにまたワイワイできる日を願ってやみません。ということで今回速報でですね、ハロプロのですねハロコン、夏が開催されますよの話題でございました。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。もしよろしければですね、あハロコン楽しみだとかね、情報ありがとうってね、ね思われた方はいいねボタン高評価をしていただけると大変ありがたいです。そしてですね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。まあ、6月中はまあとりあえず月末にですねアンジュルムの、まあ新曲リリースもありますし、まあ、その感想や、まあ、もしくね運よくいけば神子からねサイン会名前呼んでいただければまた1個プラスで速報動画作るかもしれませんし、まあ、他にも何かですね、追加でハロプロの話題あれば、ご紹介してまいりますので、ぜひ楽しく交流いたしましょう。ということでですね以上です。最後までご視聴ありがとうございました。今日も推しのために働く。